それでさ、あの面白いのは感謝ってありがとうがね、結局 どういう意味が基本だったかっていうと、ただで食えるっていうことができたから自然に対しての感謝なんです、うん、でだからこうやってありがとうと言わなくても、こういうふうに手がいまだにね、こう食べる前にあのいただきますという気が、ここにいただきますという言葉だけじゃなくて手を合わせる、はい、あの辺の一番面白いのはビスコンティだね、タミヤムロとそこね、恐れた、落ちた人々、あれはもう壮絶なブルジョア社会の終焉をね、こんにちは。こんにちは。経文社書房という出版社から、ありがとうという品性、なぜありえないが感謝の言葉になるのかという本を発刊させていただきまして、田中秀道先生に、帯に、うん、なんと、推薦文をいただきまして、この中で私が勝手にあの、先生 あのお仕事とか、時々あのリサーチ、データのリサーチ等で、お手伝いをさせてもらうことがあるんですが、それで勝手に師匠師匠と申し上げていたところ、帯の方で弟子というふうに呼んでいただきまして誠にありがたい限りなんですが、あの田中秀道先生、今日本当にありがとうございます。いやいや、とんでもありません。ありがとうございます。おめでとうございます。田中先生ですね、まあちょっと他ではちょっと聞けないようなお話を、あの伺えればなというふうに、実はこの動画では考えておりまして、で実は田中先生に映画のお話を伺いたいなと思ってまして、でこの本の中で、小津安二郎の東京物語を取り上げていて、でありがとうでできている映画ですというふうに、あのこちらの方で、書かせて、もらったんですが、うん、あの田中先生、あの時々と言いますか、僕は食べ食べのような感じがするんですが、うん、小津安二郎の東京物語を、について書いてらっしゃるんですね、特にね、この国民の芸術で結構詳しく書いてますね、はい、最近ではの曲、あの漁港の戦後レジームというのが、そうですね、触れて、売られて、うん、その中でね、先生は、うん、東京物語について、東京物語については、うん、この戦争を挟んでも変わらぬ日本人の生活というところに、うん、言及されて、うん、東京物語について、うん、語っておられるというふうに、うん、認識してるんですけれども、うん、先生はあの小津安二郎の映画というと、うん、他にご覧になったりする、結構見てるんですけど、やっぱりね、東京物語に集約されるんじゃないですかね、やっぱり、まあ、いろいろと彼らの、ね、作品があることはあるんで、まあでも結局世界で一番評価されてるのも東京物語じゃないですかね、あのそれはまあ今おっしゃったようにね、こういろんな大事件、小事件があっても変わらないのは親と子へ移る世代だっていうことなんですね。だからもうそういうことはあの人間の自然のまあ在り方っていうか、あのもう人間が人類が発症してからね、もう何世代何世代と来た時の親と子の変わり方がね、やはり同じようなまあ言ってもみんなまあね、こう子供は素晴らしいと思って期待してね、そして訪ねてみるとまあ結構自分たちと同じだったということをね、これの永遠性というかな、そしてそれの喜び悲しみというかね、はい、それが完全によく出ててね、はい、特にそれをあの日本ではもう稀なああいう戦災っていうのは初めてですからね、あんな生産があったのが日本の歴史の中でね、もう他のところではなかったわけですから、だけどそれをも超えてね、同じようにやってるということが、これがねやっぱり人間のまあ、あり方だなっていう、そういう感動ですよね、はい、それをうまく捉えましたね、はい、あの人は、はい、東京物語にはあのほとんどあの戦争の影といいますか、うん、
戦争ということ自体がそんなに出てくる、全く出てこないですね。のりこっていう原節子は、演じてる役があって、その人があの東京のアパートに高段だと思うんですが、アパートに住んでいて、そこにあの庄司というね、戦死したあの旦那さん、リュウチシュウと東山千恵子の息子さんに、次男に当たるわけですけど、そういう子ですね。それの写真が飾ってあって、で戦死した写真が飾ってあって、それについてちょっと言う、そこだけですね、戦争が出てくるのは。そうですね。もう他にも、小津安二郎の場合だと、戦争のについて言及することってあんまりないんですけれども、一番出てるのは多分サンマの味っていう遺作になった映画で、岸田恭子がやっているバーで軍艦マーチを流して、それで あれの時でちょっとだけ言うんですね、加藤大輔が、リュウチシュウは元艦長らしいんです、艦長さんらしいんです、だからエリートですよね、おそらく海軍ので、加藤大輔がその部下で久々に会っているんですけども、リュウチシュウは戦争に負けてよかったじゃないかっていうんですよね、でそこだけがちょっとなんていうか意見を述べているところで、あとほとんど出て戦争 の色というか、戦争がどうこうしたとか、戦争がどんな影響を与えたとかっていうことはあまりお出しするわけではないですね。でね、おそらくあれは全日本の国民の体験だったと思うんですよ、はい、私はね、その後最近は日米戦争の最大の密約っていう本を書いたんですけどね、つまりね、あれは負けてない戦争なんですね。結局基本的に皇居も燃えてない、天皇がずっとおられる、そしてよく歩いてみると京都や奈良も何もやられてないんですね、まあどっかやられたらしいですけどね。で私はまあ昭和17年生まれだから3つの時に体験したんですけども、原爆ちょうどね疎開して長崎にいたんですけどね、3つの時に原爆にあったんですけども、でも おばあさんがピカッと光った時に抱いてくださった以外はね、まあ全く記憶がなくてね、だからあんな大事件が起こったっていうこともなんかあんまりピンとこなかったんね、で結局ね、あの戦争っていうのを個々に人の体験で言えばおそらくそういう感じだったんじゃないかと、なぜかというと天皇がやられてないし、まあ、こんな失礼な、ね、言い方はしますけど、それからもうあらゆる神社仏閣の重要なところやられてないんですよね。で彼はなんか意図的だったっていうことを私は湧いたんですけども、そういうことをね、人々がなんか負けてないんじゃないかっていうね、それでいいんじゃないかというよね。でその20年経ってからね、左翼が騒ぎ始めたんですよ、でもうそれは負けたんだとね、で共産党はもう負けたから日本は、ね、列島国だって やり始めてものすごい批判をやってまあそれから、まあ、そういうのが風潮になっちゃったんですけども、私はまあほとんどそういう感じしなかったですね、で今もしないんですよ。だからね、逆に言うと日本人が今でも正直で世界で一番犯罪率が少ない、一番ね、こうもう安定しているというようなことが今でもあって、それはもうずっと戦前から変わってないんじゃないかと思うんですね。先生、この虚構の戦後レジウムという中で、その東京物語について触れられているところでね、こうおっしゃってるんです。日本は生活者というものは変わらないというところが一番どっしりとしていますとお書きになっている、そうそうそう、これは資源だなと思って読んでおりましたね。そうですか、ありがとうございます、そうなんですよね、生活者っていうのがつまり自然の中のね、春夏秋冬、そして朝昼夜ね、この過ごしているっていうことが基本であって、あとは何が起きたって大したことないと、事件に過ぎない、まあ、個人的にはね、
誰かが自殺したり、はい、誰かがね、まあ、事故で死んだり、それからまあお父さんお母さんが死んでいくわけですけれども、やはりそういう中では、まあ、基本的にそういうもんだっていうのがね、中で生き早く たとえ早く死んでも、あるいは、まあ、事故で死んでもやっぱり死ぬんだからという、まあ諦めじゃなくてね、ある種の それが自然なんだっていうことですよね。それをね、強いんだなと思いますよ。自然道と私言ってるんですよね、はいはい、そうですね、自然とおっしゃって、うん、いいとも昨日おっしゃってました。で、あの先生、あの66年にね、うん、フランスの方に留学で渡られておられて、ストラスブールの方で、で先生はあちらで映画というのはどうだったんでしょうか、うん、そうですね、あのシネチックって言ってね、あの私留学したもう前、あのパリにね、あのトロカデロ、あのもちろんエッフェル塔を見えるね、はい、こちら側にあのシネマチっていうか、あの、うん、古い映画をね、ずっと毎日いろんな映画をあの、うん、あの上映してるところがあるんですよ。そこに通ってましてね、まあ、パリに行くとね、あのでパリで、そこであのシティ・ユニベーシティって学生寮がありまして、そこに住んでいて、あのそこに行って毎日、まあこれはもう西洋ものもあるし、もちろんあの、まあ、1965年以降ですから、はい、で9年までいたんですけどね、はい、それ度々そこをこう見て行ってたんですよ。だからそこでの体験が、あの新宿文化劇場よりも長いかなっていうか、決定してるかなと思います、ね、新宿文化劇場ですねはい、後で言ってきますけど、うん、あの先生がね、はい、留学された1966年というのは、うん、そのクロード・ル・ルーシュの男と女っていうのが、あ、ね、男と女公開された年ですね、でカンヌの、あの、うん、パルムドールを取ってやった年で、先生、あの男と女ってちょっとおっしゃってたことがありましたよね。あ、そうでしたね、ニューベルバークがねっていうだったと、あの辺からもうそういう時代でしたね、うん、で、先生美術が、ご専門でご研究でいらして、で、僕あの大体僕思うのは、田中先生大体が20世紀に入ってからの文化をあまり面白く思ってらっしゃらないなっていう感じがね。もうそう、全くそうです。ちょっとお話しながら、ピカソからピカソはもうすでにインチキだっていうふうにおっしゃっていて、で映画って言いますとね、やっぱり20世紀を代表すると言いますかね、うん、そういう文化というか芸術家というか、うん、というものだと思うんですけれども、うん、いわゆる研究の研究家、研究者の目から見て、うん、映画っていうのはどんな、もうまさに、ね、重要なことで、やはりね、あの私はやはり今おっしゃったように美術はもう19世紀でおしまいだと、印象派がもう最後だと思ってるわけですね。でピカソからはもう否定ばっかしていて、否定っていうのはもうおしまいだっていうことですから、もうずっと同じなんですよね。マルセル・デュシャンが勉強を横にして、はいはい、もう、ね、最大の傑作って言われてるわけですからね、もうとんでもないバカなことをやってるわけですよね。まあ彼だからもうバカなことをやってるから、私はやらなかったんで、あの私はまあ絵が自分で描いてましたしね、まあ、一応絵の修行もちょっと若い時やったんで、ああもうこれダメだと思って、絵はダメだ、だけど映画だけは残ってるなって感じするんですよ。なるほど。でそれ何かっていうとね、筋書きが19世紀のもの、うん、赤と黒なんでね、はいはい、だけども映像が20世紀のものだったんね。ですから我々の顔というか同じ世代の顔が出てきて、物語は19世紀以前で、文学は19世紀までなんですよ。でその19世紀の文学をによって映像だけはね、あのシネマだったんで、まあ、つまり映像だったんでね、だから持ってたんですよ。あのやっぱり骨格の物語がないとね、うん、
物語です、ね、ところがだんだんその骨格の物語をまあ文学もプルーストみたいに退屈なやつがね出てくると同じようなことをやり始めるともう映画もすぐダメになっちゃうんですよ。それで、ね、今ヌーベルバーグの頃からね、あるいはもうあのフランスでもそういう時代が始まった1970年頃からもうダメだなと思い始めましたね。だけどまあその中に記録性とか、はい、あるいはその映画ならではの記録性を主にしたね映画なら、まあ、まだ見れるんですよ。だから最近はあのオッペンハイマーっていうかね、 はい、あれなんかも記録性をもとにしているわけだね。だからまあそういうものならまだねある種のリアル、うん、リアリティがあるわけだけど、他のものは、まあ、やっぱり漫画とかアニメなんていうのはあのやっぱりやはりある程度高等向けなことを平気でやりますから、ね、そうですね、ですから子供向けなんですよ ね、だからああいうものはもうちょっとダメだなっていう感じでするんですが、まあ、しかしその高等向けがまあさらにね幻想とかあるいはまあある意味でねこう歴史の古い再生みたいなものになったらね、あるいは面白くなるかもしれないということがあるんですね、うんうん、まあでもやはりまあこれはもう時の趨勢だからそういうところに金を出すユダヤ人が出てくればっていう問題ですね、はい、そうですね、うん、まあ、あの日本はねアニメーションっていうジャンルでは、うん、とにかく世界の中でポジションを占めている。そうですよ、ええ、見れば見るで大変面白かったりするんですけど、うん、確かにまあ見ればでもねちょっと浅いなって感じ常になんですよ。あれも撮った何だっけ「チェ・セント・チヒロ」もね、はい、うん、はい、あれですね、はい、日本にも日本についても語ってないし西洋についても語ってないっていう、ね、宮崎駿の、うん、だからああいう擬似的な芸術映画っていうのはまだまだだなと思いますね、うんうん、だから高等向けのものがちゃんとやっぱり歴史に何かに結びついてくるとね、ある種のリアルが出てきてリアルなものが出てきてなるほどというようなところが出てくるかもしれない、うん、それはですかね、うん、あの作家の個性に、頼ってしまっていいのか、つまりあの先生のおっしゃるように、うん、映画をもっとちょっと面白い、もっと面白い、うん、まあ、言ってしまえばもっと良い映画にするためにはその映画っていうものの、その監督の作家の個性によるものなのか、うん、それとも周りのバックアップというか、例えばその、歴史的なことでもちゃんと監修者として、うん、研究者がね、そう出すとか、そうそう、あのですからね、新しい物語、つまり歴史に新しい物語を与えた場合ね、その新しい物語を映画で映すっていうのが一番いいと思うんですよ。これは何かというと現こう目で見える形でいきますからね。だから私あの最近ユダヤ人が日本に来てたっていうことを言っつけに行って、みんな実感できないもんだから、あの ありがとうございます。 それでね、みんなあんまりピンとこない人も多いんですよ。ところがよく見ると、あこいつユダヤ人の顔してるなっていうのはいるんですよ、10人に1人は。でそう見るともう絶対いたんだと。それから、まあ、あなたがここに書いてあるね、あの源氏物語なんかの貴族はね、みんな大体私系ユダヤ系ですよ。ですから個性が強いんですよね。で平気であんまりありがとうって言わないっていうのもそれでわかるんですよ。あいつらはありがとうとかね、ちょっと謝るようなことを言うとみんなつけ入れられると思う一つの性格を持ってますからね。それからやっぱりだからそういうのを見ていくと、やはりグッとユダヤ人みたいなのがいて、そのそばに日本人みたいなのがいてね、そして結構ね結婚してるんですよ。だから美人が多いんだな、ね、ユダヤ人が、うん、そういう物語をねこう映画でやってくれれば、人々もあなるほど中にあって我々の血の中にもあるんだなっていうのを買ってくると、まあ、そういう、こう物語の新しさをね
歴史家が与えて、それを映画化してくれると、よりこう、あ、私たちの祖先がそうで、うちのおじいちゃんがあんな鼻が高かったのがそういうことかなかっていうのは分かってくるから、今のね、あの大谷選手があんなのはね、もうほとんど日本人はね、短足でさ、こう鼻が出ててって、そうじゃないでしょ。あんなのいるんだっていうことはね、あれは突然変じゃないんですよ。結構いるんですよ、あの東北とかね、あの出雲とかっていうところでね。だからそういうのをこう見せてくれるとね、ありがたいなと思って言ってるんですけど、まだまだそういうこの本をだんだん読むまだない、そこまでいかない人が多いんで、芸術家はもう今の芸術がもうある意味で本物だと思い込んでるんですよ。今のはもうはっきり言って20世紀の芸術は、もうおっしゃるようにピカソ以降美術が始まって、映画ももうほとんど1970年以降はもうほとんどダメだなっていう感じがするわけね。だからそういうことをして、物語も面白くしなくちゃいけない。19世紀物語ではもう見たんだよっていうデジャビューなんですよね。ですから今度新しい物語を作るためには歴史をね、全部読み替えるというか、新しくするして自分とつながりを持つと、今まで左翼のね歴史観はダメなんですよ、全部イデオロギーで見てるから。だから階級闘争があったりね、そういうかつてはものすごく貧しくて、もうどうしようもない原始時代が出てきてね、とんでもないんですよ。原始時代からちゃんと文化があるし、立派なね、あの、今日よりも優れたものさえあるわけですよね。そうですね、あのそこだと思うんですね。時代時代でもそこにはもう、そこにはそのちゃんとしたというか、そこにはもうあの立派なというか、あのその時代時代の文化があり、文明があり、思考力がありという、もうほとんど同じレベルですよね。そうですよね、同じレベルですよね。同じレベル。そこのところはだから、あの日本人っていうのは、こういう人間たちなんだ、こういう生き方をしてるんだ、こういう考え方をしてるんだっていうのを、まあ確かにちゃんとこう出てるような感じの映画だったっていうのはあまり、ですからここにもねお書きになっている源氏物語なんていうのはもうすごい最高の物語ですよ。はい、そうですね。もう、まあ、恋愛に特化してますけどね。でも、もうその思考力あるいは感受性なんかも現代ほとんど同じですよね。ほとんど同じですね。ですからそれはもうおそらく縄文時代も同じなんですよ。同じですね、だからそういう目でね映画を作ったら面白いんですよ、ね、そうですね、作れてると見ないでね、先生、あの先生の見た中で一番の映画っていうと何になるんですか、具体的に言うと。まあだから東京物語かなと思うんですね。フランスの、海外の作品、フランスだと赤と黒じゃない、ジェラール・フィリップ、まあそうね、ジェラール・フィリップ、それからまあそうだ、イタリア映画ではアントニオーニかな、まあ退屈みたいなねイタリア映画の良き時は、まさにそういう、こう戦後のどさくさを描いてるとともに、まだ恋愛っていうかな、道なんていうのはさ、やっぱりそうそう、あれですよ、あのやっぱりある種の恋愛ですよね。だからああいう恋愛の類はやっぱり19世紀的な、あのあれなんですね。結局ちょっとこう立場が違う男と女がね、好き合ってっていうような、あの大道芸人のザンパロと、そうそうそう、ザンパロとね、いわね、あの監督ですよ、ジェルソミナ、フェリーニですね、フェリーニ、フェリーニに会ったことあるんですよね。あ、そうなんですね。で、黒沢のことを話したりね、非常に面白かった。まああるレストランで喋ったんですけどね。だけどやはり彼もだいぶ疲れた顔していて、まあ晩年だったんでしょうね。そうですね、あ、そうですね、この年代、先生の、そうですね、されてた、まあ大体いろんなものを取り尽くした後ですが、やはり彼も黒沢を愛してましたね。なるほど、
それは実で黒沢っていうのはまあご存知だと思うんですけども、やっぱり西洋を自分の中に取り込もうとした人だよね。だからああいう比企の沢村にしても戦いをね中心にしてて、はいはい、千夜彼は戦いを中心にしてるっていうのはやはり まさに西洋ですよ。西洋はそうだと思ってね、はいはい、だけどもやはり小津安二郎みたいに生活を中心にすると、うん、これこそ日本の自然の中でね、はい、こう生きてるっていう感じです、はい、あれはだから自然の森の風景なんて出さなくても日本の自然が出てくるんですね、はいはいはい、そう不思議ですね、うん、小津安二郎っていうのはもう現代劇しか撮らなくて、うん、その当時のリアルタイムの丸の内だったり、うん、鎌倉だったり、うん、大阪だったりとかって出てこないわけですけど、うん、全くその時代劇というものは戦前は撮りましたけど、うん、戦後の小津町って言われてるところでは撮ってないと、うん、なのになぜか非常に日本的であると。ずっと昔からのね、本当に原始時代と同じ。本当ですね。だから当時の黒澤明監督とか、うん、まあ有名なところで言うと溝口健二監督っていう、うん、はい、平安でもあらゆるあれですけど、うんうん、溝口健二監督のストーリーっていうのはやっぱり西洋的なん、ね、まああれはだいたい原作を使ってるでしょ、じゃないですか。だからまあそれはそれで面白いけども、なんとなくやっぱり画面がどっか貧しい場面を撮っちゃう、はい撮っちゃいますね、はい撮っちゃいます。あんな必要ないんですよ、非常に豊かなんです。そうおっしゃってます。だから古いところはやっぱり原始的だと思い込んでいるっていうか貧しいと思ってるんですけど、そうじゃないんですよね。だからだって絵巻物をご覧になって分かるんですよ。絵巻物を見てると貧しいところはないんですよ、はい、だけども木とかねなんかが、まあうん、あっさり描かれてるっていうことはあるけども、やっぱり家とかなんか確かにかわらぶきだけれども貧しいんじゃないんですよね。あれ非常にこう生活に即してるっていうか、はい、で私はね刀住居っていうのはみんなね縄文時代あれは貧しい典型だと思ってるんですよ。だけども刀住居っていうのは、ね、土というものの性格をうまく利用しててね、冬は暖かいし夏涼しいという完全にこう建物としては理想なんですよね。だからみんな結構洞窟に住んでるっていうのはそれなんですね、うん、だからああいうこうまさに石器時代っていうのはあれは結局もう寒い時代だった寒冷期ですからね。ですからそういう中で洞窟に住むっていうのは暖かかったからね。でそれを貧しいと取るかそうじゃなくて自然とこううまく、まあ、融合してるっていうかねこう利用してるかっていうでそういうことであって、でだから縄文時代は土実を言うと、ね、新しい説は土でわらぶきじゃなくて土で洗ったって言うんですよね。あそうなんですか。でゴザをこう拭いてその土を持って土を持ってるそう持ってるとまるでもう洞窟みたいなんですね。なるほど。だけそれだともっと暖かいわけで、ね、はい、涼しいし、はいはい、でそういうことになるとねまるで洞窟に住んでるみたいになるわけね。だけどそれを貧しいと取るかなんか原始的とか見るからね、で今まで私はだからそういう意味じゃこれが非常にあなぜ 1万年以上続いたかというと、はい、快適だったからなんですよ。あそうでしょう、うん、変えられるわけですからね、はい、いくらでも改良できるわけですから、はい、同じところにいてね、うん、ずっと、はい、で時々こう移動してはまた別のところに住むけれども、うん、まあ縄文時代はちゃんと都があって動いてたとこね、そういうのをまあ最近は書いたんですけども書いてるんですけど、あの頃は結構文化をね作ってたのはこう縄文土器、土器を男が作りね、で女性が
生活を支配してたっていうか、支配って言うとあれですけど、何しろ貝塚が中心ですからね、はいはい、貝塚っていう何かっていうと、うん、砂浜って誰でも取れるわけですよもう。でそれでさ、あの面白いのは感謝ってありがとうがね、結局 どういう意味が基本だったかっていうと、タダで食えるっていうことができたから自然に対しての感謝なんです、うん、でだからこうやってありがとうと言わなくても、こういうふうに手がいまだにね、こう喋る前にあのしますね、あのいただきますという気が、ここにいただきますという言葉だけじゃなくて手を合わせる、はい、それとそれからここに橋があるでしょ、この橋は手前にあるわけですよ、でこれが結界なんですね。あの朝鮮とか西洋はさ、全部こうやって横にあるから、もう人殺しとできるわけですよ。なるほど。でこれはね、こっから向こうは感謝の世界だ。で食べる時にね、ありがとうと言わないけれども、いただきます、タラで食わせていただきますということなんですよ、自然にね。なるほど。自然っていうのはもうタラで食べるから、もうこれほど感謝以外ないんですよね。もう別に女性でも子供でも貝持ってきて、ちょっと焼け、まあ焼くときはまあね、あの母親にするけど、そのくらいはできるわけですからね。で男がいなくたってちゃんと生きていける。それで栗を持ってきてね、あのもうそれで栗と貝とあればタンパク質と炭水化物があるわけですから、であとは水飲んでね、というところの原則ができてるから、日本人は穏やかなんですよ。つまりそんなものは誰でもできると、もういつも生きていけると、財産なくなくたってちょうど森行けばいいんだし、川に行って、ね、まあ親戚でね、こうかあの 海辺で取ってきたものをね、あの持ってきてくれればいいというような、まあ、そういうこうことができたから、人々は安定して1万年以上喧嘩しないでね。だって食えれば喧嘩なんかしないですよ、はい、そうですね、喧嘩しないですね、うん、まあ、だからそういう食べることへの感謝っていうのが、私はありがたい、そもそも、うん、基本根源だと思うんですよね。もう本当にいただきますだから、タラで食えるわけですからこれこそありがたいことはない、はい、まあ、おっしゃるようにありがたいですよね、うん、それも西洋だと、まあ、あの日本以外だと、まあ、日本以外って言ってるのかな、取りに行かなきゃいけない、うん、あの奪いに行かなきゃいけない、そうそう、もう奪う必要ない、うん、日本はもうどこでも似たようなね、うん、もしそこで食べなくなれば移動してるんですよ、うん、だけども移動することはそんなに長くない、三内丸山も1500年ぐらいいましたから、1500年ぐらいは何も尽きないね、誰もね、多分1500年でいなくなっちゃうっていうのは、まあ、寒冷化してるしたっていうこと、うん、あの青森だからねっていうことよりも、やっぱりそこに人々がある意味で近親相関の世界ですから、ちょっとまずいかな、まあそこにもやっぱりね、あの縄文土偶っていうのがあるんですよ。で縄文土偶っていうのは傍の人間なんですよね、うん、だからこれはもうイザナギとイザナミがね、ここにも書かれてるけど、最初に産んだのがヒルコですよ。あのヒルコの姿なんですよ。で今度の新しい本出したのもそれなんですね。あの縄文文化のフォルモロジーっていうことね、はいはい、でそれで南米のね、土偶と比べると南米は完全に近親相関の世界なんですね。だからみんなもうこう、もう完全にアホだとか、うん、あれだとかっていうで、もう傍らとかって、まあそういう言葉は使っちゃいけないでしょうけどね、そういう姿なんですね。でこちらの方は縄で全ての形を作るから、あるいは縄目を使ってね、だからちょっと、まあ南米、中南米 あの道具と違いますけれども、あっちの方がリアルなんです。もうリアルに作っちゃうんですね。だからもう完全にもうすぐ分かるんです、だけど日本はだけど体が小かったり手がなかったりね、だから目がね、あのやはりただれてたんです。ああいうのは目くらだなと思いましたね。だからそういうことを道具にしてる、ですからそういう苦労はあるけれども、やっぱり食べられる点ではもう
相撲を食べられるわけで、まあ、そういう子だって、まあ、生きてる時はそうやって食べさせてね、そして生きていか、いけたから、うん、まあだから自然とにタラで生きられるということの、まあ、タラで生きるということもあんまりいいことは言わないけれどもね、それでそれが本当の自然なんです。だから自然のに生きているということは生きてもう生きるということが簡単なんだと、生きていくというのは苦労しないことなんだっていうのが日本にあるから、はい、日本人はいつも穏やかなんですよね、その不安がないから。だけど西洋に行くとある部分はそういう部分はあるんですよ、同じなんです。だけれどもそうじゃない砂漠とかね、あのところで争い始めるんでね、はい、イタリアなんかはちょっと日本に似てる。そうですね、イタリア人はイタリアなんかって穏やかで日本に似てるんですよ。ですからあるとこはいいんです。だからそういうとこに芸術がよく生まれる、日本も生まれるね。ですからあのだけどユダヤ人たちは自分たちはいつも追われてるって言ってるけども、うん、結局彼が住もうとするところは常にそういうものがないところなんです。つまり穏やかな、つまり今言って生きていれば何かがくれるというね、自然がくれるというところじゃないところ彼は行くわけ で、 あんな、あれはだからまあしょうがないんですよね。アフリカから人類が生まれたとすると、まあ、そこから出るところの集中しているところが一番儲かるんですよ。儲かるというと悪いけども、そこを人が取るときに、はいはい、奪うこともできるし運んでこれるからね、それをあの商売もできると。だからあそこにいるんですよ。あの場所にイスラエルがあるっていうのはね、あれはその通り道だからね、はい、だからそういうところをユダヤ人は自分でこう、はい、意識したことがないもんだから、自分たちはディアスポラになったなんて言って人から追われてね、追放された不幸だってね、で自分はもう泥棒でいいんだっていう言い方をするわけですね。ですからでもそういうやつが帰るとこはないもんだから、世界各地に影響していくわけね、少しずつ少数だけれど。で日本はね、おそらく最初に彼らが来てるはずなんで、何かというと朝日が昇るところですからね、はい、でこの信仰っていうのはあの世界的な普遍なんですよ。やっぱり太陽、あの大地が平らだったから、あそこから登ってくるとどうしたってあそこ登るところに行きたいなっていうのはやっぱりそういう気がするでしょう。だってで翌日またそこから出てくるんですからね、何かあそこに不思議なものがあるに違いない、あそこ行ってみよう。でそれで最初に来てるんですよ日本にね。だから中国や台湾やあの朝鮮なんかにと日本 の、 あの最初 の、 あの 人間っていうのは血液型も違うんですね、うん、でだから最初に来た人たちだからこっちがない、ま、あの血がないものを持ってるわけね。それが D2 とか F かなというあのあれにするんですけど、要するに東南アジアあるいは中国朝鮮の人と違う血液型を持っているっていうのがこれ、ま、あの最近の研究の結果なんですよね。孤立してるんですよ。だから最初に来た人がそこに住んでるという、だからおそらく一番古いのかもしれないし、まあでもそこまで来るのが大変だからね、だから少数派だったと思うんだけども、うん、そういう意味でね、何度もここにも書いてるんですけど、はい、日本に来る人は苦労してると、うん、だから頭が良くない人はできないんですよ、うんうん、偶然に来るなんていうことはできない。例えばそれまでの長い距離と海っていうものをねこう介在してますから、大体縄文時代から大体こう大陸と分かれてきますから、必ず海を渡ってくると、そうすると船を作らなくちゃいけない、はいはい、船を作る知恵がなくちゃいけない、あるいは技術がないといけない。だからね、日本に来るまでに相当頭が使ってるから、はい、日本人はそして日本に来るともう全てが別に苦労しなくて済むから、結局いろんな芸術を作っているんですよね、うん、でそういう暇があるから
最初は縄文土器から作ってるね。土器なんて見ると全然実用性がないんです。もう装飾だらけでしょ。あんなものを使ってたなんてね、戦後最悪が言うけどもさ、はい、料理を使ってそんなの使いっこないじゃないですか。だけどまあ何か残った場合はそれが残ってるでしょう。それだけのことであってね。だからやっぱりあれだけ作れる能力すごい数が多いですから、だからそういう文化がずっと一貫して縄文、うん、もう飛鳥、そしてもうずっと芸術が残り続けるのはその余裕ですよね。なるほど、うん、明快ですね、うん、いわゆる日本いかんせんやっぱり日本人というか、うん、今においてみても頭いいです。そうですだからユダヤ人に会うとね、俺たちとお前たちは IQ が高いななんて言っていや日本の方がより高いぞって言ってだけどね確かに今日本はトップなんですよね、うん、と聞いてんですよ。まあ どうでもいいけどそしたら いわゆる火炎土器って言われていた火の説明だと火が燃えてるような、うん、あれは水の文様だというふうに。そうです、はい、もうあの形はどう見てもね、火は火だったらもっと上にこう垂直に上る以外ないんですよ。横にこう張っていうのは横の風が吹かないと、はい、あれは横に行ってますからね、うん、それが先生のおっしゃるのフォルモロジー。そうです、フォルモロジーなんです。ですから、そうなんです、形を見るっていうことは日本人はものすごい得意だろうと思うんですね。ですからあんな文章で残すこと、うん、あるいは書く、文字で書くという必要がないんですよ。だからね、日本は文字がないんですよ。でそれは細工がない、才能がないっていうんじゃないんですよ、全く、うん、あれはね、必要でもって残しておく、証拠を残すっていうことだけですからね。だからそういうためにはね、つまり約束を絶対守るっていうことがあればね、書く必要ないんですよ、はい、あれはだって商売のためですからね、基本的には。だから神との契約だっていう、つまり嘘をつくっていうことをしないっていうので一生懸命契約を書くっていう、そういうことですからね。ちゃんと嘘をつかないっていうことがもう現実にあればね、絶対そういう必要ないんですよ。文字なんてそういう必要ないんですよ。だからそれが残ってないからね、文化がないって戦後それで決め込んだわけだね、はいはい、おっしゃる通りだと思いますね、うん、何かにつけここはここは劣ってる、ここは劣ってるっていうふうにそんなもんばっかり見つけて続けてそう、もう劣ることばっかし左翼がね見てて、でだけど左翼はしょうがないんですよ。共産党もそうだけど、今は悪くないでしょ。ダメな国だから革命を起こさなくちゃいけないっていう、そういう論理を持っていきますからね。何でも悪くなくちゃいけないんですよ。だからバカなことを言うなっていうな、バカなことを言うわけですよ。こんなにちゃんといいのにもね、今だってさ、日本人は経済がすごくいいのにね、うん、悪い悪いっていうやつが多いんですよね。そうですね、特に大学の先生が多いわけで、みんな左翼なんでね。だけどあれは間違いですから。だからマルクスからも間違って、マルクスもそうなんですね。ですからマルクスの間違いから始まったんですよ、この社会主義とか。とりあえず実現しようとするとみんなも賄賂だけ取る、そういう政治になっちゃうね。で面白いのは今もロシアと中国が組み始めた、両方とも社会主義を失敗した国ですから、そうですよね。だからもう両方ともバカな国なんですよね、はい、うん、どうしようってんでしょうね、本当に。だからああいうのを反省してないんですね。で何かやっぱりやったから、何かお互いまだ著名があるじゃないかと思って、両方ともそれで引き合い両方の富を見てるんですけど、みんなゼロですか、ほとんど。まあもちろんソ連の場合は昔のあれがあるから、まあ、あれが天然ガスがあったりするからね、多少あれですけど、中国は完全にダメにしましたね、自分たちが、うんうん、ですから先生最近、特によくおっしゃってるのが、うん、いわゆる日本の、まあ、プラットフォームといいますか、価値観といいますか、うん、世界観というか、そういうものがやっぱり、国際
いい社会を、リードするこれは必然的にそうなるんだろうというふうなことを先生最近おっしゃってる、そうですよ。ですからこれはもう幻想の社会主義が今ちょうど中国の大失敗によって、つまり一時的にね、あの外国 の, あ の,、まあ、あの資本を受けるような体制を取って安い労働力の工場にしたわけですね。ところがそれだけだともう進化できない。だから安い労働ですからもう固定してしまう。そんなことだと資本主義には合わないんですよ。だからそれでもうユダヤが全部撤退しちゃったんですね。日本人はバカ正直やから最後は残ってるけど、まあ結果的にダメならもうあの、まあ、引くでしょうからね。でもいずれにしてもね、社会主義は失敗したんですよ。だからあんな考え方でね、国を作るなんていうのはあの不可能だし無理なんですね。最初からそういう無理だっていうことを知ってたのが日本なんですよ。もちろん一部だけはね、あの信じて、あの西洋信仰の人はやってましたけども、大部分の人はだってちゃんと生きていけますからね。その方の革命なんて起こす必要ないですよね、何一つ変化はしてもね。だからその辺がね、世界で一番賢いのは日本だったっていうことね、結果的に見て。ですから今でも安定してるし騒がないし、まあ騒いだのはメディアだけでね、西洋を真似してるメディアだけであって、変なイデオロギーをとあの持ってる大学文化人だけであってね。まあだからそういうところで今もう一回再出発する必要が、そういう人たちがまあまだまだね、1世代ぐらい2世代ぐらい持ってるかもしれませんけれども、まあ私は若い人がそう持たなくなって我々の考え方になってくれればありがたいなと思って、はいはいはい、いろいろとこう YouTube なんかでやってるんですよ。私もグラバセながらそのあたりをあのなんかね、細かいところを調べていきたいなというふうに実は思ってまして、うんうんね、それで、まあ、書いた本でもあるんですけど、ですからぜひ面白いところをねやってくださいよ、はい、ありがとうございます。いや、とんでもない。ありがとうございます。